皆さん、モノマネのレパートリーって持ってますでしょうか？自分もですね、ちょっとだけ、レパートリーがあるんですけど、なんかやっぱりいろいろ増やしていかなきゃ今後まずいのかななんて思ってですね、手頃なとこからミッキーのモノマネをちょっと練習しようと思って少し練習したんですよ。なんちょっとお披露目しますね。いきますよ。よっ、僕の、はい、じゃあ、さあ、9月になりました。1週間ちょっと経ってしまったんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？夏休みが早めに終わった方なんかはね、そろそろ体が慣れてきたっていう方もいるかもしれないんですけど、9月1週目で夏休み終わって、テストはあるわ、学校疲れるわって、いろいろストレスかかっててね、ちょっと病んでくる方もいるかもしれないんですが、今回は9月のポイントをちょっと話していこうと思いますので、ぜひね、お付き合いください。今回伝えるポイントは2つあります。で、まず1個目がですね、これはもう生活リズム、そして勉強リズムを再構築すると、つまり作り直すんです。夏休み振り返った時にいい感じで勉強できた方も、やっべー全然できなかったって思ってる方、いろんな方がいると思うんですけど、ちょっともうひとまず置いときましょう。引きずらない、夏休みのことは。うまくできた方も、うまくできたって方に引きずられると油断になるからね。そのできなかったって方も、どうせ私なんてクズだしダメだしって思っちゃうと、それに引きずられる必要はないわけよ。もう一回ちょっともう切る、夏休みは切ります。新しいスタートが切ったと思ってください。特に受験生だと、部活が終わってね、終わった久しぶりに部活のない夏休みっていう方もいたと思います。そうすると、時間ができたので、いろいろね、やることもいろいろあったと思うんですけど、夏休みが終わって学校が始まれば、当然物理的に時間が減ります。勉強できないんだよね、夏休みみたいには。そうすると、うまくもう一回リズムを作らないとダラダラしちゃうの。で、これダラダラしちゃうっていうのは、やる気が出ないんじゃなくって、もうやりたいことが、やんなきゃいけないことがいろいろあるのに手が回らなくて、ああどうしようどうしようどうしようって言ってる間にどんどん時間過ぎていくんだよね。で、その時間が過ぎちゃって何もできてない自分を振り返って、うわダメじゃん、もうどうしようって、どんどん落ち込んでいくっていう負のスパイラルに落ちちゃうから、まず少量から、少ない量で設定する。今日とか、1日ね、このぐらい勉強しようっていう量をちょっと少なめの量で設定してください。で、それを必ずクリアするっていうのが大事。決めたことをクリアすることがすごく大事なので、少ない量から設定して、いやいや、もっとできたわってなったら上乗せですればいい。上乗せにしていく。で、ちょっとずつ調整していく。多い量から、うわ、これ無理だわ、無理だわ、無理だわってなると、ズン、へこんでしまうので、そうじゃなくて、少ない量から設定して、いや、もっといける、もっといけるっていうんで、ちょうどいいラインをまず見つけていきましょう。で、2つ目です。これは一喜一憂しないっていう。多分休み明けテストありましたよね。で、これから多分中間テストとか来ます。期末考査とかがね、始まってくると思うんですけど、夏休み、それなりに頑張った方、自分の中でね、頑張ったよっていう方が、夏休み明けに成果が出ないとものすごいへこみます。特に学校のテストでもそうだけど、どっちかというと模試ね、模試でその志望校判定が変わらなかった、 D 判定が D 判のままだったとか、もっと言うと C 判定が D に落ちるとかね、周りも伸びてくるから、そのうまくいかないと落ちることも普通にあるわけ。あんなに頑張ったのにダメじゃんで、めちゃくちゃ落ち込むんですよ。いや、これめっちゃわかる気持ちはね、当然落ち込む。自分も夏休み明け判定伸びなかったからさ、ズーンってなったんだけど、これね、よく考えて、模試の時に、いつも言うけど、模試っていうのはその3年間の範囲の中でどっかがピックアップされて出てくるわけよ。そのピックアップされた、出てきた、出題されたところが、みんながさ、ガチガチに勉強してるところだったら、それは後悔した、後悔とか反省した方がいいよ。あんだけやった単元取れなかったんかいってなったらね、それは反省しよう。でも、たまたま出てこなかったパターンもあるわけじゃん。もしみんながその3年間の単元全部やったと、完全に網羅したなのに伸びなかったら反省した方がいい。でも、みんなが力を入れてやったとこが出てこなかった、その運もあるわけ。噛み合わせが合わなかった場合もあるわけよ。だから、結果でへこむこともあるよ。反省することは大事だけど、落ち込みすぎて足を止めたらその方が後悔するんだって。もう9月になっちゃったから、まだ時間があるって思う方いるかもしれないけど、ないからね。あっという間に過ぎるよ、受験まで。1月のセンターだってあっという間に来るし、中学生がね、私立入試、高校、あと本番の県立入試、あと公立入試か、もうすぐやってくるから、あっという間に過ぎ去る。気づいたら冬休み始まるから。だから、落ち込む気持ちはわかるんだけど、結果が出なかったら今回運が悪かったんだって、ちょっとそう思った方がいい。で、そう思い切れないのはわかるけど、で、どうするかっていうと、できなかった問題をできるようにしようって何度も何度も言うけど、この時期、受験生にとってこの時期のできない問題との出会いはいい出会いなんだって。だって、できない問題に出会えたってことは自分が伸びしろがあるんだから。
できる問題ずっとやっててできるまんまでしょ、変わんないんだよ。できない問題に出会ってできるようにしたからレベルが上がるわけだから、そういう問題に出会えたんだ、で、あ、これ苦手単元だったんだ、それに気づけたんだっていう、そっちの方に気持ちを持っていって、もう一回奮起して、で、次こそ結果出してやるんだと思って、ぜひね、そういったメンタルの保ち方が非常に9月大事になりますので、その辺意識して過ごしていってください。いきますよ。いや、僕メッキーだよ。